悠久の時を感じさせる遺跡と幻想的な寺院、静寂と活力、エネルギッシュに発展を遂げるこの国には、脈々と引き継がれてきた伝統文化と現代が交差している。今年のそのコンセプトとか、あのエコに対する思いとか、あのアジアンラリーに対するその2年目の思いとか、そういったものを聞かせてください。まあ、2人でそのヒマラヤで山登ってる時にベースキャンプでいて、あの氷河がその地球温暖化で上がってるので、俺たち車で飯食ってきたけど、やっぱりこうやって山登ってる時でもなんかやらなきゃいけないよねって2人で話したのがきっかけで、なるだけ汚い空気を出さないで、でレースをやってみようってことだよね。来ました。自動車メーカーがいい車を作ってくれるのに甘えるんじゃなくて、自分たちができることでね、環境問題に取り組んでいきたいと思います。バイオマス燃料、天ぷら油ですね、リサイクル燃料で多分走るのっていうのは多分初めてのことだと思いますので、まあ、とにかくまずは完走、その次にまあ結果も出していきたいと思います。今年は、去年の車をベースに、まずサスペンションの、硬さ、サスの硬さを少し変えて、あとブレーキのセッティングの変更、あとファイナルを少し落としてみました。
秘策はできるだけ AT を使って他の人とは違う、パターンでちょっと走ってみたいと思います。それではじゃあ頑張ってください、はい、ありがとうございます。野戸さんは今年18歳で初めての挑戦になりますが、はい、このアジアンラリーにかける何か夢とか、なんかそういう思いとかってありますか？そうですね、ここの舞台からもう世界に行ければすごい幸せです。海外ラリーっていうものを通じてプロドライバーを目指していきたいなと思ってます。そうですね、なるべく車を壊さずにメカニックの方たちにがね困らないような形で SS を乗り切っていきたいと思っておりますので、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。我々国際ラリーっていうのに参戦するのは10回目ということで、このアキンド号も国際ラリー10回目ということで、我々心の中では小さい記念の年やっていうふうに感じてますんで、その辺なんか一生懸命思いを持って走りたいなと思ってます。ミスなくその本来 の我々の走りができれば、それですごくレース終わってハッピーになると思うんで、それ目指して頑張りたいと思います。スタート地点はこのラリーでは恒例となった大宮前広場。日没を迎えるとライトアップされた宮殿が幻想的な姿を見せ、華やかな民族舞踊が徐々に選手のテンションを上げていく。レグワンはスタートセレモニーの後160キロのロードセクションが設定されている。今年のコースはここバンコクをスタートしていきなり300キロを超える SS が3日間続く。その後メコン川をフェリーで渡りラオス人民共和国に入る。ここで2つの SS をこなした後再びタイに戻り、8月12日にフィニッシュを迎える。トータル 2720km のコースが用意された。ครับเป็นรถตู้ครับปาเจโร่ครับเช็คบอมเมอร์แรกครั้งสุดท้ายนะครับเป็น
レグ2。いよいよ今日から SS がスタートする。よし、走っていこう。はい。天気があるからな。そうですね。1キロ先にラフのポーション2が2本あります。よろしくお願いします。最初の3日間に設定されている SS は、すべて300キロオーバーのロングコースで、マシーンにも人間にも辛いコースが待ち受けている。タイのワークスチームは新型ピックアップトラックを投入しているが、こいつがディーゼルとは思えないほど速い。ナンバー14トヨタ B5 クロスカントリーチームタイランドのニンホリ・タラミツ選手はタイに活動の拠点を移し、トヨタの最新ピックアップトラック B5 でテストを重ねてきた。ナンバー11チームフォーズファクトリーレーシング森川選手は
持ち前のスピードコントロールで初日から全開モード。ご苦労様、どうでした？大変でした。300キロやっぱり長い？いや、途中ちょっとショートカットして230ぐらい、70キロショートになりました。でもすごかった。しんどい。ジャングル。ジャングル。バージンジャングル。ご苦労様。ということでした。はい。ダンクルには狭すぎますね。片山右京選手がゴールに入った。いやこんなとこ通れないと言いつつ、片山右京選手にとって今日は世界で初めてリサイクル燃料 100% で国際競技を走った記念すべき一日となった。非常に大変でした。もうガラスも割っちゃいましたし、ミラーも飛んじゃいましたし、燃料もギリギリですし、これとアジアンラリーの洗礼かなって感じですね。ありがとうございました。です。この SS1、 18台がタイムオーバーになるなど想像以上にハードな一日となったが、その反面うまく波に乗れた日本人チームがトップ10に5台入るなど明暗を分ける結果となった。